どうもー、影やんです。今日もね、ど素人飯っていうことでやっていきたいと思います。結構ね、暑くなってきたんで、僕のその今のこの服装を見ていただいたらわかると思うんですけど、 T シャツとあのトランクスですねの状態で、もう結構お酒も入ってるんでね、もうこの服装でね、やっていきたいな、やっていきたいなというか、もうこれでええかっていう感じで、進めさせていただいております。でね、今日はですね、後輩、1年後輩ね、僕は高校の時野球部をやってたんですけども、その時の1年後輩が、石山でね、居酒屋をやってるんですけども、その、どういうんですか、その、お店にですね、ちょっと、よかったら来おへんか、みたいなことを、2週間連続でね、先週も言っていただいて、で、今週も言っていただいたんで、ほな行こうか、ということで、ちょっと行ってきたんですね。うん。で、行ってきて、結構お酒を飲ませていただいての、料理になりますんで、今こう喋ってるんですけど、まあまあ酔っ払ってるという、状況というか、そういう状態で、喋らせていただいております。この声を聞いたら、あ、今ちょっと、まあ、それに加えてね、飲みに行ったのに加えて、ウーロン、焼酎のウーロン割りを飲んでるっていう状態になっておりますね。で、そこで、料理をしてると。いう形になってるんでね。まあまあ酔っ払ってるというところですね。でも、まだその、料理はできる状態であるということですね。で、今日はね、八宝菜と、酢豚の、中華名菜の、料理をするという形ですね。だから、その、これも酔っ払ってできるのはね、野菜を切って、炒めて、でそれを入れるだけっていう、もうものすごい単純なね、作業をするだけで料理ができるんで、できているという状態なんですね。だからまあまあ簡単にできるかなっていう感じでやってる感じですね。で、まあまあ居酒屋ね、キューキューっていうところなんですね。石山の、滋賀県の石山の、お店なんですけども、まあまあ結構ね、お客さんはやっぱ来てはるなっていう感じで、その、なんていうんですか、その団体客っていうか、その、はちょっとあまりおられなかったんですけども、その、個人のね、お客さんはやっぱそれなりに通ってはるなっていう感じがあったんで、やっぱりその、なんていうんですかね、その、お店のね、その、お店のというか、その、やってる人間の人間性というか、その魅力というか、そういうもんで引き寄せられてお客さんは来てるんやなという風な感じはしましたね。ちょっと、ウーロンハイというか、ウーロンの、焼酎のウーロン割りを飲ませていただきます。ということでちょっと飲んだんですけども、うん、だからまあまあその苦しい状況ではあるかもしれないんですけども、そういう人間的な魅力があって、それで通っていただけるいうことはあるんなんやなと思って、ただだから今ちょっと焼酎のウーロン割りを飲みましたけど、うん、商売言うのは、その、なんちゅうすかね、難しいところですけど、その、テクニック的なもんじゃないんですよね。やっぱりその一人一人にどんだけ真摯に向き合ったかいうことがね、お客さんに伝わってですね、それでお客さんが帰ってくれてるっていうね、で、ありがたいと思う気持ちとかね、そういうことが、やっぱり、うん、大事なんじゃないかなと、ちょっと酔っ払いながらですけども思いますね、うん、でこれはキャベツをね、2分の1ぐらいのキャベツを炒めるということをしました。八宝菜ですね。
発泡菜を作っているというところですね。まあトランクスでやってますけども、もうだいぶ暑くなってきてるんでね、暑く言うとまだマシですけどもね、やっぱり、こういう感じでこれからはやっていく感じかなと思ってます。ちょっと見苦しいですけども、あのご了承いただければありがたいなという感じで、あまりにねちょっとこれはあかんということやったら、短パンを履く状態になるかもしれないんですけども、できればこれでええよと言っていただければいいかなというふうに思っております。またこうちょっとお酒を飲む状態ですね。まあ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 簡単なことですわ、こんな料理ね、誰でもできる料理はね。 でも家族はそれなりにね、その手間が なくなったということでね、喜んでいただくということができてるんでね、それに貢献できたということはちょっと僕の中ではまあ良かったかなという感じですね。でこのタイミングでね、具を入れるというところですね。具を入れて、もう出来上がった具を入れるという状態ですね。ちょっと間がありましたけども、今焼酎のウーロン割りを飲んだ。まあちょっと間があったら、お酒を飲んだんやなというふうに思っていただければありがたいかなというふうに思っています。かなりこう酔っ払った状態で今ちょっとこのアフレコというかこの言葉を入れてるっていうところですね。まあ、なんちゅうすかね。この、料理いうのはね、いろいろこう、工夫してやるところなんですけど、僕はそれが邪魔くさいんで、もう、出来上がった中華名菜で、まあ、切ると炒める。それしかやらない。それももう、だからほとんど脳みそを使ってない状態ですね。だから、こんなんはできるという。まあ、まあ、ありがたい時代というんですかね。もう、これでもうある程度の味を作れるっていうのは、もう、まあ、ありがたいことです。またお酒飲んで。まあまあ、そういう感じで、こう、お酒も飲みながらやってるとね、別に料理苦にならないですね。まあ、これ、言葉。下回ってますかねみたいな感じですけど。で、こう、結構ね、この2分の1のキャベツというのはね、なかなかまとまらないというか、そういう感じで結構炒めまして。で、最終的にこれソースですね。ソースを入れる状態になってますね。で、このソースの袋を切ろうと思ったら、切れなかったんで、ハサミで、切って、切れやすくして、今、そのソースを入れてるという状態ですね。まあ、簡単なことで料理が作れるのもありがたいことですわ。こんなことで一品が出来上がるのも、ほんまにありがたいいうふうに思いますわね。
ということで作ってますけども、うん、おーっと、これでお酒を、もう出来上がりますんですけどね、発泡剤ですね。お酒を挟む。ありがたいっすわ、ほんまに。うん。あーっと、今、出来上がって、腹に持ってますね。盛りまして、ですね。ということで、出来上がりましたと。いうことで、これが完成ですね。おいしそうと。いうことですね。で、ここから酢豚、酢豚を作っていくという、状態になります。酢豚はね、毎回作ってるんで、もう慣れたもんですわ。玉ねぎを切って、あと炒めて、ソースを入れるといういつもの行動ですね。行為をするっていうだけですね。これはもう、その自分の中の、そのプレッシャーというか、その、ストレスというものはないですね。うん、玉ねぎを切って、炒めるだけということなんで。で、玉ねぎはたっぷり家にあるということやったんで、わざわざ買わんでもいい状態というかね、そういう状態で、料理するということになりますね。どういうんですか、その玉ねぎ切る技術はね、上達しないですけども、まあ僕の中ではだいぶ慣れてきたかなという感じはしてます。別に、その、料理じゃないよ、玉ねぎ切る技術が上がったわけではないですけども、その行為は慣れてきたかな、というふうに思っております。今切ってますね。今、焼酎ウーロン割りを、飲ませていただきました。ということで、切った玉ねぎをね、フライパンに、油を熱したフライパンに入れていると。で、こっから炒めるっていう感じなんですよね。今日はだから、ちょっと、なんか楽勝で、この酢豚の工程をやってるっていう感じですね。まあ、こう、どういうんですか、中華名菜いうのはもう簡単できるんでね。料理とは言えないようなレベルなんですけど、その味がね、ある程度その、なんちゅうか、そのメーカーの人が考えてくれた、味でやってるんで、その辺の味をしてるんですね。うん。うちの親父なんかはね、酢豚美味しい美味しいって言ってるんで、まあ、ええんじゃないかな。これでええやん、みたいな話ですね。まあ、簡単ですわ。うん。だから、その、お惣菜買ったりとか、弁当とか買うよりもね、ホールで作った方が、絶対安上がりやと思いますね。で、味分、その、なんちゅうすか、その作った、そのままで、作った状態で食えるんで、やっぱ美味しく感じると思うんですよね。うん。これぐらいは、やってもいいかな。
いうふうに思いますね。うん、料理が苦手でもこれぐらいだったらできる。で、こっから始める。こっから料理にハマっていって、いろんなことをこうやっていくっていうのも、一つの、その流れとしてはありかなというふうに思いますね。僕はまあまあ、これをまだ、その料理にその時間を使う感じじゃないんでね。これぐらいになってますけども。これからどういうふうに進んでいくかわかります。もっと料理を凝って、凝った料理をね、凝っていくかもしれませんし、まあこのままでストップしてるかもしれないですし、その辺はわかんないですね。まあこれぐらいで酔っ払ってもできる状態。もんでは、まあまあ、うん、そうですね。うん、まあまあ、簡単っすよ。まあ、単純というか、シンプル。シンプルな料理。うん、料理とも呼べない。こんなん料理って言うねって言われるんですけど、まあまあ仕方ないですね。こんな料理でもね、家族はね、一食楽できるということで助かっているんですよね。それでまあいいんじゃないかなと。いうふうに思ってますね、僕の中では。それでええやんと。その、クオリティよりも、その、気持ちというかね、そういうもんを考えたらいいんじゃないかな、というふうに思ってますね。かなり酔っ払ってますけどもね、うん、そういうふうに思いますよね、うん、気持ちですよ、うん、その料理のクオリティだけじゃないですよ。それをすることによって助かった人がどういう気持ちになってるかっていうことが大事なんですよ、うん、と思いますよね。かなり酔っ払ってますよね。それでいいんじゃないかなというふうに思ってますよね。おう、ということでね、もう出来上がりのに近づいてるということですね。お、やっと。皿に盛り付けております。ということで、酢豚の完成でーす。